週刊平凡人エビ中ツアーを行く。今日は特別編。いや、やっぱり平凡人は私のオリジナルのキャラクターで、みんなに見てもらえるのはやっぱ嬉しいんですけど、それとやっぱり平凡人が世の中に羽ばたいていっちゃうのかなって、ちょっと、まあ、嬉しいんですけど寂しい気持ちもありましたね。週刊変貌人エビ中ツアーを行く。エビ中ツアーを行く。ですね。まずコメントを言うときは、ちゃんと言えるかっていうのが心配で、滑舌悪いからちゃんとそれを言われた通りに言えるのかっていうのと、あと平凡人の声なんですけど、もともと平凡人は喋らないのでちょっと焦りました。すごい、そうだった。週刊平凡人エビ中ツアーを行く。もうこれ何回もやっていくうちに、やっぱり言うコメントとかももう思いつかなくなってきたりとか。週刊平凡人エビ中ツアー行く。北海道はでっかいんだな。大人気が食べたいんだな。タンポポも咲いてるんだな。大人気が食べたいんだ。やっぱり裸の大将のいいのかなの真似をするしてるつもりなんですけど、それがうまく伝わるかっていうとちょっとどうなんでしょうかね。なんかもう楽し、まあ元々楽しかったんですけど、やっぱもっとさらに楽しくなって、おろしハンバーグとか言ってみたり。おろしハンバーグ、おろしハンバーグ、おろし、なんか一番やってて照れがなくできたのはこの回だと思います。父ちゃんの無邪気なところやるです。衣装作ってんの。バッコシナさん、いつも応援してます。本当はね、ポンちゃん大好き。エビ中頑張れ。エビ中ファイト。おろしハンバーグ。ありがとうございます。頑張ってベッカー。あ、ごめんなさい。ハマってて。なんか、3、2、1。いや、やっぱりこの、なんだろう、週刊平凡人でファミリーのみんなが頑張れとか応援メッセージをくれるって、いつも握手会とかお手紙とかでしかなかったんですけど、これは本当にもう直接言われてるので、なんか力にもなるし、なんか週刊平凡人やっててよかったなってすごい思います。間違いも大事なこと、週刊平凡人エビ中ツアーを行く。まだ終わらない。撮れてんでる永遠ループ。さっきもここに来た気がする。また。